はい、皆様おはこんこん、どうもどん、あー間違えた、どうもソウスケです。いつもねこの癖が治らないですね。上原浩二侍道パート7やっていきたいと思います。撮り直そうかな、まあいいや、うん、そういうのもご愛嬌ってことでね、やっていきましょう。でね、今回はねロッテ戦、うん、唐川での投げ合いですね。うん、今のところ8勝1敗、うん、めちゃめちゃいい感じできてますね。んで、能力パーフェクトなってますかね。いや、パーフェクトになってますね。うん、じゃあね、やっていきましょう。相手は絶好調多いですね。こっちも多いですね。うん、まあ、今回 DH ないってことでね、穴がないってことなんでね。まあ、前回のソフトバンク戦は DH がなかったんでね。抑えられたところも多々あったと思うんですけど。今回は穴がないんでね。どうなるかなって感じなんですけど。そろそろ行かれそうですけどね。まあ、打線がね、奮起してくれることを期待しながら、頑張って抑えたいですね。まあ、どちらかといえばロッテ戦、楽なんかなとも思いますけど、どうなんやろう。いや、唐川ええ発進してますね。いやいやな。さあやっていきましょう。ここの球場好きなんですね、僕ね。結構。なんか、いい感じですよね。本当に。なんかね、その、雰囲気がいいですよね。さあ、上原、今日も頑張っていきましょう。よし、ヤシボール、全部ベストピッチ。さあ、ジャイアンツは、さあ、荻野。荻野は出したくないですね。おい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 、全部デストピッチで最初から嫉妬はないでしょう。ナイスボール。いいね。ツーストライクです。9。よく見ています。それを見極められるのは厳しいな、本当。バットは動きません。よく見ています。まあ、ここから声が出ますよ。そのこの感じ。ナイスボール。おっとストレートで待ってましたかね。ラッキー。バッターはパーフェクトなのにね。パーフェクトですよ。パーフェクトですよね。何回言うね、パーフェクトですね。さあやっていきましょう。上原、プロ入り1年目のルーキーです。1、2番最悪ですね。いや、小宮山さん、緊張感漂ってますね。今監督が信頼をしてマウンドに上げてるわけですからね。持ってる力を出してもらいたいですよね。ラッキー、ラッキー、そうですね。パーフェクトですからね。失投したら確実にやれますからね。バッターボックスは1番から3番までいい打順ですね。いい打順というかいいやつばっかりですね。全員足速い、全員そのなんか小技ができる、最高ですね。監督楽しくてしょうがないでしょうね。僕は監督やったら最高ですね、この打順ね。ホームラン打てる1番もかっこいいですけど、やっぱりこう足が使えるね、あの1、2番かっこいいですよね。カーブどうだ、カーブ、いや、ストライク入らなくてよかったですね、本当。ストレート、いやー、ファール、どうしようかな。スライダーは投げてますね。フォークかな、ボールカウントは2ボール、こうフォーク、よし、ラッキー、いい落ち方しましたね。うん、三者凡退、お互い三者凡退ですよ。いやー、いやー、巨人打線ありがたい。うん、うわ、デスパイネのこれ打率よ、やば。まあ多分と今のこの打数的にはあれなんでしょうけど、その見れませんね、打数とか見れませんもんね。後で見たいですけど、多分ね打数少なかったような気がしますけどね。それでも4割4分4厘、ホームラン5本は怖いですね。いや、ストライク入らんでよかった。ちょっとでも入ったら今確実に持っていかれてましたね。ファール、ファールか、入れました、ファールボールです。ストレート得意ですもんね、ナックルカーブ。もしかしたらありえる。うん、よう取ったな、上原。すごいな、今の反射神経。この前の動画でね、いや、それぐらいピッチャー取ってよって言ってたんですよ。だからね、1個前の動画でね。だからパート6ですかね。それで言ってたんですけどね。いや、上原、有言実行ですね。ナイスボール。絶対タイミング合ってなかったですね、今ね。完全にストレート待ちでしたね。いや、井口はカモでしたね、この打席。いや、クルーズ、今年のその実際の方ではめちゃめちゃ調子いいですよね。打率こそ悪いですけど、打点王ですもんね、今ね。ホームランはない。よかった。焦るよ。お、ある？ないか。いやー。
僕クルーズもねこのゲーム中よく打たれるイメージあるんですよね。怖いな今へ。やだ、あやられた。そんな綺麗に打たれますかそこのストレート。いや、やられましたね。あやっぱり強いですねパーフェクトは。あと3点ぐらい援護欲しいですね本当に。2球目決まっています。本気のこと言うと。よし、ラッキーラッキー。いやノーアウトランナーなしから1点取られたのはちょっと痛いですね。うわー、おからから立ちかわ、からか立ち直ってきましたね。ちょっと今日ダメダメですね。神々ですね本当ね。ライスボール全然合ってなかったですね今の振り方。おーラッキー、ヒットありがたい。なるほど、フォーク。さあ何を選択してくるか。フォークは合ってそうですね今の見逃し方ね。ストレートの方が待ってなさそう。ストレートの方がタイミング合ってないですね。1球スローカーブ投げておきましょうか。よし、やっぱり変化球待ちっぽいですね雰囲気的に。いや今のタイミング合ってましたね。どうしましょうかね。スライダー怖いな。やっぱりストレートな気がしますけどねこの感じ。打ちました。おい頼む。ボールを拾って。ナイスナイス。村田怖いからそのここよしここからですね。ここからの 1,2 番は出さないようにね。なんとか。これが2球目。荻野は見逃し三振でしたからね。スライダー全くタイミング合ってなかったですもんね。切れていきますファウル。スライダーあんまり狙ってないんですかね。どういうバッターなんでしょうか。そんなことないですねその見逃し方。足でヒットを稼ぐフォークですかね。そうですか。よしやっぱりフォークですかね。よかったよかった。2アウトになりました。これで5個目。5個目ですね。なかなかいい感じ。バッターは2番。いや2番で岡田でもねヒットがツーベースになりますからねこの人の足は。盗塁されますからね絶対。外しても決められますからね。あの感じスライダーの方が合ってなさそうですね。ストレートよりも。まあそうですね。状況にもよりますが。マッキュありそう。基本的にはまあコンパクトなスイングで確実にミートしてバッターですね。ここで同じ速さぐらいのフォークを投げたら振るんじゃない？落としました。振らないか。ストレート怖いんですよね。なんか打たれそう。打ちました。なんか合ってますよねタイミングがね。多分遅い球の方がいい気がする。インサイド落ちました。今は甘く入りましたもんね。ストレート、スライダーですかね。なんかストレート怖いな。よし。あっと取れない。うわお。今ドサって言いませんでした。大丈夫高橋。ドサって言いましたよね今ね。さあ一塁には同点のランナー。絶対走りますよね。ボックスには鈴木。走らないからもう一球外そう。まあ彼がランナーですし。あ走らないですね。ありそう。走ってきた。どうだ。キャッチャー二塁送球する。そうなんですよねこの人の足は止めれないですよね。まあここまで来たらバッターに集中した方がいいかもしれませんね。よしありがたい審判ありがとう。そこ取ってくれるのはありがたかったですね。うわカラカは完全に立ち直ってますね。1点差か。まあ一応ねデスパイネの前にはランナーをためなかったんでねそこはありがたかったですけど。マリーンズ1点ビハインドで迎える。審判今のは入ってもよかったんじゃない。よしよしいいとこ守ってる。まだ1点差ですからね。最高最高この回でしょうね。デスパイネがね僕あんまり得意じゃないんでね。あとクルーズとね外国人の相性がないですよね。そのメヒアといいね本当。何なんでしょうねあの相性っていうのはね。だからどこ投げても打たれる気がするんですよね。でも井口さっきかもでしたからね。低めのボール入りました。打ってくれるんちゃいます。今回もどうなんでしょう。やっぱり同じことは2回はしませんね。さすがベテランですね。ファウルになります。スライダー合ってなさそうですね、見た感じ。引っ張った。やっぱり合ってなかったですね。いい感じ。最高。オッケーオッケー。まあねずっとこういうなんかスタープレイやってるとね相手がなんか狙ってるなってことも少しずつ分かってくるんですよね。
だから初球が一番怖いんですよね、うん、追い込んだらねなんとかなりそうな気するんですけど、あっという間に2ストライク、なんかスライダーっぽいですね、苦手なのは打ちました、うん、そんな気でしたね。よしよし、一塁アウト、いい感じ、この回はいい感じできましたね。ナイスナイス、1点欲しいな、ないですよね今の感じの唐川じゃ点取れなさそうですもんね。前にはねインコース初球行かれましたからね、そうですね、まあ、できるはずなんですけどね、ちょっと今井にはストレートダメですね、完全に直球狙いですね、うん、監督プレイヤーだからずっと直球狙いですねこいつ。バントかばさしときますか、あモディにねヒットエンドランとかかけられてね、めんどくさい方が嫌なんで、よしよしよし、9番が加藤翔平でしたっけ、翔平でしたよね。さあマリーンズ一打同点のチャンスです。いや怖いな、今井そこそこ足速いですもんね、ヒット1本打ったら帰ってこられますよね。よしありがたい、うん、ラッキーラッキー、荻野ですね、荻野チャンスに強いですもんね、まあ、嫌なバッターですよね本当、まあ、本当手術しても足が速いって本当もう天才のものですよね。ラッキー、そうですね、荻野って結構こう落ちるボールを振ってくれるイメージありますよね、まあ、パリーグで言ったらあのシュンタ、うん、まあ、これもパリーグなんですけど、僕のイメージで一番フォークボール振ってくれるのはシュンタですね、うん、シュンタには危ない危ない、シュンタにはあんまりヒット打たれたイメージないんですよね僕、まあ糸井とかはね全く振らない、あ、何なんですかねあれね、うわラッキー、フォークボールキレキレですね後半から、あー、ええ感じ。この回もデスパイにはランナー出したくないですね、とか言うたらおラッキーラッキー、わ絶対1、2塁間破られたと思ったんですけどね、あデスパイにはなんかどちらかといえばスライダーが苦手な感じでしたよね、今のセカンドゴロに倒れています、そう見てる感じはね、うん、今完全に打たれましたけどボール球にしよう、スライダーが決まります、ノーボール2ストライク、絶対ボール球、もう絶対ボール球、よしよしよし、ここでフォーク振ってくれたりするとものすごくありがたいんですけどね、ラッキー、うん、スリーアウトチェンジ、いやほんといい感じですね今のところは、パーフェクト相手にね、そこで出るスリーラン、いやほんと今の巨人を象徴してますね強さをね、あ素晴らしい、もう1点でも早く返したいところ、やっぱり井口はね今カモなんで絶対打ち取っとかないと、よし絶好調の一人がねカモになってくれてるのはありがたいですね、この球はボールか、落としましたが決まりません、高め怖いな、内へのボール振ってくれないですよね、よしチェンジアップ、チェンジアップじゃない、スローカーブ、変化球空振り、ワンアウトです、ナックルカーブたまに投げるナックルカーブ来てきますね、うん、さっきはフルーズが怖いな、えマジで、うわお手入れておいてくれてよかった、全然甘くなかったと思うんですけどね、待ってましたかストレートを、いやそして今へ、さすが、ここでホームランが出ると、うん、通算100号ホームラン、今100号なんですね、なんか持って打ってるイメージありますけどね、まあ、中距離バッターですもんねどちらかといえば、追い込んでいます、ワンボール、まあ、今井もずっとロッテでいいですよね、変化球空振り、今井っていう選手肩がいいですよね、あのサード守ってるときは、ね、守備がいいですよね僕そのいうイメージがありますね、あの日本代表とか今井って首位打者とか取ってましたっけ、1回ぐらい取ってなかったでしたっけ、切れていきます、ファウル、なんかその阪神とやった時の日本シリーズで死ぬほど打ったことは僕記憶にものすごく残ってるんですけどね、お変えられた、よし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 、勝ちましたね9勝目、いやーいい感じですね、パーフェクト相手でも、まあ、ロッテっていうところがあったんかもしれませんけど、うん、なんとかね勝てましたね、いや上原いいね、上原いいよ、被安打5だったんですね、そんなにヒット打たれなかったんですね、うん、いや2桁奪三振、まあ、パーフェクト相手でもなかなか通じてますね今のところは、いやこれがねあの阪神打線とかね広島打線になると厳しいんでしょうね、それにしてはあのクルーズの一発いらなかったですね、今に投げたやつはしゃあなかったんですけど、あれ甘かったんですけどね、
上原、いや、あの外角のストレートのクルーズは、当たりされましたね、本当。さ、次はオールスターを取りましょうかね。まあ、セリーグはね、広島だけやってないと思うんでね、広島戦はオールスター明けに投げれそうなんでね、うん、そこで取れたらいいかなと思います。じゃあね、今書いてましたけど9試合連続勝利、うん、いい感じですね。まさかね、ここまで1敗しかしなかったというか、しないのはね、いや、個人的にはいい誤算でしたね。やっぱり上原やっぱいいピッチャーですね。でね、今回は7回に失って勝利投手いただいたってことで、あ、よかったんじゃないかなと思います。それではね、次回はオールスター取っていきたいと思います。それではね、今回見てくれた方はありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。また次回見てくれたら嬉しいです。それではね、さようなら。